現在私たちが学ぶのは西洋で完成された数学ですが、日本には和算と呼ばれる日本独自の数学があります。江戸時代になって、平和の時代が来ると商業が発展するわけですね。商業が発展すると、基本的な計算能力が求められるのとともに、利息の計算だとか、年貢の計算とか、それから土地の測量とか、数学的な知識が、必要となる時代が来たわけです。今その価値が見直されようとしている和算。和算が私たちに残したものを考えます。室町時代の末期に中国から日本へソロバンが伝来し、和算の歴史は始まりました。ソロバンは手の上で計算することができたため、その後瞬く間に日本中に広まっていきました。吉田光義という人が、人号機という本を書いたわけです。それ以前にも本はあったんですけれども、人号機は大変優れていた本で、いろんな話題が書いてあって、どんな人でもどっかは読める、そして数学の力がつくといった本だったもんですから、非常に、よく売れたわけです。そんなことがきっかけで、江戸時代数学が広まっていったと。それで中にはクイズみたいな、遊びの要素があって、多くの人がその習うようになったと、それが一番大きなきっかけだったと思います。この人号機が出版されたことにより数学ブームが起こりました。しかしある問題も起こってしまいます。それを真似してその似たような本を出す人がいっぱい現れたわけですね。ところがそういう人たちが必ずしも数学ができたわけじゃなくて、間違ってることもあるというので、吉田光義は非常に怒って、本にその問題を載せたわけですね。でそれは答えがついてない問題だったんだけども、でそれを本を書くならこういう問題を解けるという実力を示しなさいということで、出したわけです。この答えがない読者への挑戦状を偉大と呼びます。多くの人がチャレンジし、さらなる難問を考えて継承していきました。当時人々はこうした数式を天元術と呼ばれる方法で解いていました。天元術では算技と呼ばれる棒と算盤と呼ばれる道具を使います。算技は赤1本でプラス1、黒1本でマイナス1です。ということは赤3本黒2本は3マイナス2で1と同じ意味なので、赤1本に置き換えることができます。この算技を3番に並べて使います。右側に縦に並んでいる漢字小は答えを書く欄のことです。実は定数項、式の中で決まっている数を示します。方は未知数、西洋数学でいう x にあたります。さらに x の次乗3乗と続きます。この場合0+1x、つまり x そのもの。こうすると 2+2x を意味します。さらにこの算技を手前にずらすと x の次乗になります。この方法で未知数が x 一つだけの簡単な方程式を表すことができます。人々はこのような計算方法を使いながら偉大を継承していったことにより、和算は大きく発展していきます。数学をやる人の人口が急激に増えて、そのうちに今度は塾みたいなものもできて、そこへ入門すると、最初に基本的な知識を教えてもらうわけですね。でその後は、自分で問題を作って、それを壁にこう張り出すと、それをみんなで競って
解くわけですね。だから解くのが非常に難しい問題を作りたいわけです。でそして答えが簡単になってるというのを出したいわけですね。で批評をお互いにし合っていて、でそれを、まあ、商人もから農民も武士もその余暇に、まあ、楽しん でそれがやっぱり広がっている一つの理由だろうと思うんですね。自分たちで問題を作り遊びとして数学を楽しむようになった当時の人々はさらに新たな和算の文化を作り出します。それが算学奉納と呼ばれるものです。額や絵馬に問題とその解き方を示し神社やお寺に奉納されていました。それらは今では文化財に指定されているものもあります。岩手県一関市にある一関八幡宮にも算学が奉納されていました。それを復元したものがこちらです。天保9年に作られたものです。算学にはこのように文章と図形が描かれているものが多くあります。算学を見ると当時の和算がいかに高度だったのかがわかります。こちらは京都の神社に奉納された算学です。この問題を解くためには予言定理を使います。これは現代では高校数学で習います。これを当時12歳の少年が出題していたのには驚きです。誰でも参加できた算学は人々の知的好奇心に火をつけてあらゆる年代の人たちが楽しんだのです。こういう数学文化のあり方っていうのは世界的に見ると、まあ、日本だけで、まあ、非常に多くの人が数理能力があった上に数学を楽しむ人がたくさんいて非常に裾野は広かったと。裾野が広いからこそ、まあ、トップクラスの人たちの業績が世界的なレベルに達していたということだろうと思います。偉大の継承が行われ問題が急速に難しくなっていくと当時の数学では解くことが不可能と言われる問題が登場しました。それがこの古今三法記の中の偉大です。これが後に日本を代表する和算家を生み出すこととなりました。関隆一です。彼は生まれた年も出生地も不明という謎に包まれた和算家ですが三姓と称えられています。古今三法記にあるような問題は未知数を1個用意しただけでは方程式が立てられないような問題で未知数を3つとか4つとか5つとか用意しないと、まあ、とても方程式が作れないわけですね。でこれに挑戦したのが関隆一で彼はそれを解くための奉書術といって未知数を文字で表して、まあ、それを使ってまあ難しい問題をたくさん解いたんですね。この奉書術は関が生存中に刊行された唯一の本である初尾三法の中で解説されています。今までのやり方では未知数を算技で表現していたため一つの未知数しか使えませんでした。それに対して関はこのような記号を開発し筆算だけで解けるようにしました。これにより算盤ではできなかった複雑な連立方程式を扱うことも可能になり当時誰も解くことができなかった古今三法記の偉大の解き方を世に示したのです。また関が亡くなった後も弟子たちにより関流が確立されその弟子たちがさらなる功績を挙げました。関の、まあ、皇帝の一人の武部方広という人は、演習率をまあ40桁以上求めてその解き方は実は、まあ、20世紀の初めに、まあ、発見された方法と、まあ、同じなんですけどもそういう非常に現代的な数値解析の計算手法を、まあ、武部方広はやっていたわけです。関の功績により和算はより高度な数学として発展していきました。そのため明治になっても人々は難なく西洋の数学を取り入れることができたと言われています。
その背景にはやっぱり江戸時代からの広い裾野があって、まあ、国民全体が数学に理解を持っていたし、江戸時代の数学を知っている人がまだたくさん残っている時代ですので、まあ、そういう点で日本はヨーロッパの数学を吸収をして、まあ、トップクラスになって、まあ、現在でも日本は数学では一等国になっているわけですね。和算の発展に貢献した関隆一は天文学にも興味があったと言われ、円周率の研究を進めていたことから暦の改定に携わることを望んでいたとも言われています。当時使われていたのは中国の暦でしたが、それが正しく暦を示さなくなってきていました。そこで中国と日本には経度の違いで生ずる時差があるということを発見した渋川晴美によって、日本で初めての独自の暦である状況暦が作り上げられました。こうして高度な数学へと発展していった和算はどのように未来につなげられていくのでしょうか。明治以降、日本では西洋数学が主流ですが、今でも各地で和算に関するイベントが開かれています。2016年、日本数学検定協会が奈良県の東大寺に算数数学の発展の願いを込めて算学を奉納しました。このイベントは数学の問題を出題し、応募があった中から優秀者の回答を算学にするものです。今年はこの方の回答が大仏殿に奉納されました。岩手県一ノ関市博物館では毎年和算に挑戦というイベントが開かれています。2015年度は小学1年生から91歳までの1359人の応募がありました。成績優秀者が集い表彰式が行われました。私は数学好きになったのが小学校5年生なんですけども、ずっと好きだよね、楽しいよねと思ってきたのが、今ここに来てこういう優秀賞っていう形になったのが本当に嬉しく思っております。学校の問題はちゃんといろいろと書いてあって説明しやすいんですが、和算は説明するのが難しいですね。それでもちゃんと地道に僕は解きました。難しさで言うと和算が一つの問題がとても濃くて難しいですし、全然分かんないところが始まるので和算の方が難しかったです。この高校2年生の佐藤裕二さんは通学する盛岡第三高等学校によるスーパーサイエンスハイスクールの活動の一環で、シンガポールの高校生たちに和算を紹介する活動を行いました。江戸の人々の暮らしや遊びの中から生み出された和算、学びを楽しむ心が未来へと継承されていきます。